ドカティ市場センターである YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。今日はですね、ちょっと変わったコーナーをお伝えしたいと思います。で、今日は何かと言いますと、何ですか、何ですかね。僕何も聞いてないですよ。はい、始まりました。パニガーレ V4 長谷川号をですね、ヌードにしてみたというところで、もうすぐ後ろにチラチラ映っていると思いますが、ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、ということで今回はドカティ千葉セントラルの工場からお届けしておりますが、初めて潜入したのかな。そうですね、初めてです。で、ここに鎮座しておりますのはカウルを取ったファニガーレ V4 でございますね。長谷川、はい、スターマネージャー長谷川のバイクになります。すごいですね。耳も何ていうかバラしてね、ああそうなんですか、はい。まあ、せっかくこうやってカウルがないのでチャンスはチャンスですから、中をねぜひ見ていただければと思いまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ横のカウル外したところに白いタンクがありますけども、こちらは、クーラントを溜め込むリザーブタンクですね。冷却水のリザーブタンクがここにあると。実はもう一個反対側に、あ、左右であるんですね、はい。で、反対側のがメインで、メインのが溢れちゃったらこっちに入ってくるなんて。ほう、それだけじゃあ熱対策でリザーバータンクも容量を大きくしているってことですかね。そうですね、容量は非常に多くなってます。で、なかなか見ることがないと思うんですけども、まあ、ヘッドライトの裏、まあ、乗ってる方は覗けば見えると思うんですが、これヘッドライトの真後ろになるんですけども、非常に変わった形になってます。こうトゲトゲがあるというか、ひだがすごくあるというか、ヒートシンクっていうんですかね。これじゃあ解説をお願いします。こちらで、空気に触れる面積を増やしまして、 LED とはいえ発熱量が非常に大きいので、そこで放熱を持たせるためにこういったひだひだをいっぱいつけてます。空気の面積が多く当たるように、稼い、面積を稼いでいるということですね、はい。で、ここに V4 と、そうです。これも ますけど、外しちゃいますか。はい、取れます。これフレームですよね。フレームです。フレームがこうやってパッカーンって開いちゃうんですね。これは V4 の2020年モデルからはこのフレームを採用してます。もともとは V4R 用に開発されたフレームを2020年のモデルチェンジを機に、スタンダードから S の、全車種のパニガーレにこのフレームを採用することになりました。同じパニガーレ V4 なんだけども、2019と2020年では大きく違うと。そうですね、フレームは大きく違います。もともとシルバーのアルマイトのフレームでしたしね、外観の色合いも。こう穴が開くことに何かあるんですか。これが合成を落としてる、まあ、落としてるって聞くとおかしく感じると思うんですが、しなやかさを持たせてる。そうです、非常にバンク角が今非常に増えてるし、走りをする方が多いので、横方向の合成を落としていなす目的を、まあ、役割を補うためにこのように構成をバランスを取ってる。なんかめちゃめちゃ強い柔道家みたいですね。続きまして、こちらもなかなかねカウルを外さないと見えない部分だと思うんですけど、ラジエーターすごい大きいですね。ここから下まであります。もっと前から見ても相当ワイドででかいラジエーターになっているので、結構熱対策を考えてこの大きさにしてるのかなと思います。これがファン、クーリングファンになります。これが一応反対側にもついてるんで2つついてる形になりますね。ファンが2つ。でクーリングファンはある程度クーラントがの温度が上がってきた時に、風を送って、ラジエーターに風を当てて、クーラントの温度を下げる目的があります。そしてこの下にも、これがオイルクーラーですね。エンジンオイルを走行負で冷やすためのものになります。上は冷却水、クーラントを冷やすためで、下がエンジンオイルを冷やすために設
てます。もう冷やすことに一生懸命なバイクですねそしてこのエキゾーストパイプの上の黒いもの、これですかね。はい、なかなか最近のバイクにしかついてない代物だと思うんですけど、こちらはこれはキャニスターと言われているもので、キャニスター燃料タンクの蒸発したガスを昔のバイクはそのまま大気開放してたんですが、あ、空気に悪いやつですね、環境に悪いやつをしてたんですが、はい、タンクの中から蒸発したガスを一旦こちらに溜め込んで、まあ、いろいろ制御はされてるんですが、その辺の細かい話はもう割愛します。ここに溜め込んだのをシリンダーに直接送って燃焼してしまおうという、まあ、環境に配慮したシステム、燃料の無駄をなくす、そうですね、蒸発したガスでさえ使い切ろうっていう、そして地球に優しい、はい、スーパーバイクなのに環境にも配慮しなきゃいけないっていうのが今のオートバイですね。その辺のね、こう基準を条件をクリアしていくのってものすごい大変ですよね。非常に大変だと思います。非常に開発に苦労されてるんだろうなっていうのは思います。あ、ちょっと引きで見ますけども、これが V4 のエンジンですね。そうですね、こちらがリアバンク側、ちょっとフレームの影に隠れちゃってるんで、この辺にシリンダーヘッド、前バンク側がありますね。では 真横から見るから V4、V 型。そうですね、V ね。でピースしてください。はい、V、V、V。はい、4気筒だから V4。ドカティで4気筒って今までありましたっけ？デスモセリッチ RR。ああ。エンジン車がありました。2008年。じゃあ、量産車としては、初めて。真後ろから来て、シートレールがもうない。今回はシートレールの、ここですね。まあ、はい。こう見るとそもそも論フレームがないですね。そうですね、オートバイね、通常のオートバイだったらこうエンジンの下までぐらーっと鳥かごのように囲むフレームばっかりですけども、本当にエンジンの前側前方にピョンとついてるだけで、なんだろう、フレームなんてすげえちっちゃいですね。ここぐらいまでしかないですかね。確かに全然フレームがない。これがいわゆるその軽さの秘訣？他のオートバイに比べるとやっぱりそこの軽さ、まあ、エンジンまでもフレームにしてしまっているので、フレーム自体の大きさ小さくできるので、やっぱり軽量コンパクトに設計されていると思います。長谷川さんこのままじゃ乗れないですもんね。そうですね、ちょっとお尻やけどしちゃうそう、そのやけどしちゃうというこのエキゾソパイプ、すごいパイプオルガンみたい。すごいですよね、エグロモンって。まあそりゃね、熱いですよね、お尻ねいやもう芸術の域ですね。ただこれだけエキゾーストがお尻の下走ってますけど、お尻は全然熱くないのが V4 っていうのも面白いかな。あ、まあ右側こうやって見ましたけども、はい、本当に最近のオートバイって配線とかセンサー類とか機械というか電子のパーツがすごく多いですね。これがあれですね、 ABS ユニットですね。 ABS ユニット、昔もっとでかかったのにすごいちっちゃくなりましたよね、最近のは。いやー、進化の賜物ですね。はい、金子さん整備してみてどうですか、印象として。ドカティの V4 って、そうですね、結構バランスさせていただくことが多いんで、だいぶ慣れてきましたが、非常にコンパクトな設計を意識されているのか、ギュッと詰まった印象があります。バッテリーがこんなところについてたり、燃料タンクは本来あるところにバッテリー積んだり、コンピューター周り積んだり、エアクリナーボックスも容量稼ぐためにすごい上に、この辺から始まってるのかな、エアクリナーボックス結構容量を持たせるために上に張り出てるので、非常にその辺を考えた作りになっているのかなと思います。なるほど、しっかりとじゃあ理にかなった作り、かつコンパクト軽量に、それでこれだけのパワーが出せる、すごいですね。なかなかカウル外してね、こうやって見る機会もなかったですけれども、いやー素晴らしい。今回は V4 ヌードという形で、まあ普段と違ってですね、
カウルとかタンク、シートレールなんかも外したオートバイ、これ貴重な映像だったかなと思いますけども、いろいろ解説していただきましてありがとうございました。それでは最後に、毎年野宿して一緒に遊んでる友達に向けて生まれたそうで、おめでとうございます。コロナが落ち着いたら会いに行きますのでと、最近ライフプランナーさんにどっぷりハマってる、はい、ライフプランナーさんに向けて、いや、いつもありがとうございます。 YouTube 楽しみにしてください全力で手振ってお別れしましょう。さよなら。